こんにちは、CBB のしおりです。今日は、どこどこへ行きたいという表現を勉強したいと思います。私は日本へ行きたいです。私はカンボジアへ行きたいです。それでは私の後に続いてもう一度言ってみてください。私は日本へ行きたいです。私は日本へ行きたいです。私はカンボジアへ行きたいです。私はカンボジアへ行きたいです。それでは本日の授業を終わります。ありがとうございました。